況パワフルプロ野球。どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。さあというわけでやってまいりました、実況パワフルプロ野球10超決定版2003でメモリアルやっていきたいと思います。初見プレイ、まあ初見プレイいろいろまあモードあるんですけど、やっていくのはもちろんこれサクセスでございます。いきましょう。やっぱこうサクセスの初見プレイって思う楽しいですからね、やっていきたいと思います。今回も初見プレイよろしく。今回は何編なんだろう。あ、はい、サクセスプロ野球新球団編、これは初めてだよね。あの今までの実況の中でちょっとやってみよう。じゃあ始めていきたいと思います。おい、ファイルがありません。最初から作りますよ。だったら、あー、球団選ぶ、ガンバパワフルズ、キャットハンズ、怒りカイザース、極悪ヤンキーズ、サクセスオールスターズ。あ、他にもあるんだ。まあ、とりあえずここはね、ガンバパワフルズでやっていきたいと思います。最初なんで、いきまーす。はい、あ、そっか、名前か。考えていきましょう。どうしようかな。じゃあ、漢字で。まあ、普通に、何ぬねの。で、多分今回のパターンもあれですよね。なんか、勝手にそうなんでしょう。幅寄せとかしてくれない感じで。だから多分、しっかりとこう、端に文字を寄せないと変になっちゃうんですよね、多分。前回の確かパワープロ9もなんかそんな感じだったんでね。まあ、じゃあ今回これでいきましょう。ノーマルくん。まあ、ノーマル、ノーマル。うん、そういうことだ。どうしようかな。うん、右投げ、右打ちの、じゃあね、外野手やってみようかな。はい。で、あるんだ、一応スタンダード3が。どうしようかな。じゃあスタンダード3あるんだったらそれでいきましょう。成長タイプは基本マニュアルでいきたいと思います。顔はノーマルで。はい、OKです。おい、システムデータセーブしときましょう。あ、え、あ、ファイル作成。そういえば、初見プレイだから完全にやってなかったもんね。結構時間かかるパターンか、これもしかして。なんかこのお星様が全部消えるまで、みたいな。そういうパターンな気がしますからね。システムファイルぐらい先に作っとけばよかったって思いますわ。まあ、いいでしょう。大丈夫だよね。メモリーカードあるよね。ゲームキューブ版なんですよね、今回やっていくのは。なんでゲームキューブのこう、メモリーカードはあるっちゃあるんですけど、こう、スロットっていう表現なんで、こう、容量というよりか。だからまあちょっとそこら辺はふわっとしてよくわからないんですが、まあ足りるでしょう、みたいな。そんなノリで、やっていきたいと思います。はい。ん？大丈夫かこれ。あ、オッケーオッケー。あー、メモリーカードの交換、あー、しませんしません。システムの中にあるところから中断ができる。わかりました。行きましょうか。このフィクション、あー、この、ま、物語フィクションですと。はい。今から、あ、そう！数十年、結構前だね。12球団、新しく4球団が増え、セパ、8球団ずつの16球団にルールが改正された。2000年の2月、子供の頃から夢だったガンバパワフルズにドラフト4位で入団し、プロ野球選手としての人生がスタートした。2軍からのスタートだった俺はがむしゃらに頑張った。それから3年経ったある日、お、2軍で3年。お、後ろから。おい、ノマル、ちょっといいか。あ、監督、二軍監督かな、なんでしょう。やっぱそうだよな、二軍、うん、そういうのが普通ですからね。わかったな、と。はい。首だって、活躍しなきゃ。君もに言われたでやんすか。あら。君は確か同期入団の矢部くん。どうしよう、おいらたち、首でやんす。いや、こうなったらやるしかないよ。何が何でも一軍に上がって結果を出すんだ。そうでやんすね。おいらも本気でやるでやんす。頑張って。頑張ってってか、頑張んなきゃいけないんだよね。クビにならないためには。2月1日、プロ野球全16球団がキャンプインする。俺の名前はノマル。憧れのプロ野球選手になるまでは良かったけど、そっから3年。一度も1軍に上がったことはない。今度こそ開幕1軍入りするぞ。難しいですよね。やっぱこう、夢を追いかけるって難しいもんで。とは言ったもの、自信ないな。自信ねえのか。1軍監督の橋森茂也。ああ、今度こそはこのパワフルズを万年 B クラスから A クラス。いや、一気に優勝を狙えるチームにしたいと思う。気合入れで頑張ってほしい。監督気合入ってるね。橋森監督はパワフルズ黄金時代のミスターパワフルズと言われた大打者でやんすからに、ね。ここ数年7位ばっかじゃ気合も入るでやんすよ。なるほど。ペケではないんだね。打撃コーチの柵越え。ああ、すごい。なんか縁起のいいな、柵越えさん。はい、よろしくです。ああ。ちょっと簡単やけど、そんなとこや。よろしゅう頼むわ。はい。真中行くを。真ん中行くってことかな、ピッチングスタッフ。うん、頑張りましょう。誰？
横飛び基地。変わった名前だな、横飛び基地。なるほどなるほど、よろしく。あー、横飛び、みんなのハートにガッチリキャッチするよ、頑張るっす。そして、コンディショニング担当の疲労健太。疲労かな多分な、なるほどね。はい。あー、寝不足で元気ね、元気ねえのかよ。まあ元気ありそうな顔ではねえわな。A、B、A、A 組とは一軍候補、B 組とはそれ以外。マジか。大丈夫か自分。以上、あー、残りは B 組。マジか。まあいろんな人に会いましたと。最初期でやる気ないのは結構きついですけどね。ちょっとデータ見ておきましょう。まあやっぱ最初は能力低いんだよな。評価ひどい。お前と同じチームはごめんだな。おい、もっとしっかりしろ。もう少し頑張ってくれないとな。彼のことは考えたくない。なんてことを言うんだよ。はっきり言って切らないっす。え、それ誰でした？ほんま気悪いやつやで。なんてこと言うんだ、矢部くんは。まだまだでやんすね。おう、最近見かけるな。ああ、もう少し頑張ってくれんか。もう少しなんとかしろよ。もう少しなんとかしろよってみんなに言われてるわけだな。ひでえ。なんだってこんなひどいこと言われなきゃいけないんだ俺。とりあえず最悪なんだな、状況としては。わかりました。さあ、じゃあ早速練習していきましょうかね。まあ外野手っていうだけあって、とりあえず守備だな。矢部くんも、あの、守備ってか足だな。矢部くんもいますしね、ここは。うん、オッケーオッケー。さあ、ビッグニュースでやんす。なんだよ。テレビを見るやんす。何？電撃球団情報です。去年の最下位チームのタンポポカイザースを、怒りコンテルンが買収し、怒りカイザース。そういえばさっき言ったね。監督も若手監督から、上下新監督になったでやんし、首脳陣も総入れ替えしたみたいでやんすよ。オーナーの息子の怒り兄弟をトレード入団させたでやんすよ。息子の怒り兄弟ね。ってなんだって？怒り兄弟って言ったら、兄の守は巨人で最多勝投手だし、弟の進むはオリックスで3割バッターじゃないか。すごいね。最下位、あ、そっか、今まで最下位だったのがそのタンポポカイザースだったんだね。で、そのタンポポカイザースが怒りカイザースになったため、もう最下位になりか、こっちが最下位になりかねないみたいな。頑張ってくれよと。そうだね、いつでもこう、二軍からなんかこう、上がっていくぞみたいな。パワフル増言時代のエース、上下監督とは、これはカイザー戦を要注意だな。まあ、これからとりあえず評価を上げていくしかないんだな、何にせよ。次回へ行きたいと思います、お楽しみに。じゃあね。頼むぜ。迷わないでね、本当に頼むよ。迷われたらきついわ、今。おお、バババババ、必殺技食らったら一撃で死ぬ、間違いなく。それぐらいのダメージある。よっしゃ、いい、よっしゃ、よっしゃ、オッケー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 、いいよ。あとちょっと、必殺技いけ、引っかかれ、よし来た、いけ、どうだ、あとちょっと、よいしょ、暗い、よっしゃ、いったー、撃破、奈良県撃破。